晴天の下で戦いが行われてきました予選2日目ボートレースみくりの宇月第2戦ですが、いよいよ予選2日目の最終カードを迎えました。12レースは仮棒選抜です。1号艇は室田康文、2号艇は北村誠司、3号艇は小倉康則、4号艇は川尻大輔、5号艇は柴田智和、6号艇は鈴木智弘、以上のメンバーで行われます。室田、北村、そして川尻、人気が集中。3連単の 1244.1 倍、これが一番人気ということになりました。1号艇室田、ここまで2着5着3着という数字、ここでしっかりと人気に応えて予選の最終日につなげるか、その1号艇室田の引戦です。持ち味のスタート力、これが大きな鍵になってきます。そしてここまで3着3本並べています2号艇北村誠司、朝一で3着の時には少々苦しさが見えたんですが、みくり選抜3着、そして大外枠での3着、大外からの3着スタートということで、仕上がりは徐々に上積みか。2号艇の北村、小倉が3コース、今日は1回走り、角は4号艇川尻です。5コース5号艇の柴田で、大外6コース6号艇の鈴木です。予選2日目最終レース、12レース仮棒選抜、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。好スタートインからトップスタートは1号艇室田、そして4コースから4号艇川尻、好スタート一瞬のチマークですが、インから突っ張るか、1号艇室田、2、3センターからまくってくるのは3号艇の小倉、それを見て切り込んでいったのは4号艇川尻ですが、残しています2号艇北村、先頭ですが押し切りました1号艇室田、そして2着争いですが、2号艇の北村に打ちをついた4号艇川尻、外は3号艇の小倉、後方ですが6号艇鈴木と5号艇柴田、スタート正常です。深く切り込んで先頭にも切り込んでくるか、4号艇川尻ですが、逆にさばいていった2号艇北村誠司が2番手取り成功は2停身リード、4号艇の川尻現在3番手で交代、これで現在上位の台形は 1,2,4 ですと、ダントツの1番人気の組み合わせか、レーサー2周1マークの旋回です。室田が期待に応えました。トップスタートから他を寄せつけませんでした2周1マークの旋回、2番手のクリア、2号艇丁寧に待っていった北村、外握っていった4号艇川尻、しかしここで2番手の3番手の定冠ですが、4停身5停身で広がりました。3番手の4番手の定冠はさらに広がって8停身差、後方ですが5号艇の柴田、6号艇鈴木、現在上位体系 1,2,4 の体制で西野にマークの旋回です。1号艇室田が西野にマークの旋回からホーム直線コースに戻ります。そして2番手でクリアとなったのは2号艇の北村、3番手は4号艇の川尻、1,2,4の体制で後方ですが3号艇の小倉、さらには5号艇柴田、6号艇鈴木、最終周回の1マークに向かっていきます。予選2日目最終レース第12レースは1号艇地元の室田が期待に応えるということになりそうです。最後のバックストレッチ、そして3周1マーク、2番手でクリアとなったら2号艇の北村、先頭は1号艇室田、そして2番手は2号艇北村、3番手も大差単独です。4号艇川尻、1,2,4で3連単1,2,4は1番人気、オッズの方は 4.1 倍、ラストダーマーから最後の直線に戻ってきました。12レースの仮棒選抜ではこれは堂々とした人気決着ということになりそうです。室田、北村、川尻、3番手を取り切りましてゴール。先頭1番室田人気に応えて5輪、2番手は2番の北村5輪、3番手は4番の川尻が5輪、5番の柴田、3番の小倉、ラスト6番の鈴木が5輪。